おはようございます。速稼塾の久保です。今日もね、 FX の相場解説をしていこうかと思います。今日は日曜日なんで相場は動いてません。でもですね、今日はね、ちょっと違った角度から皆さんにお話していこうかと思うんですよ。それはファンダメンタルズというやつですね。じゃあ画面を切り替えて、まずね、1時間足を見てみましょう。はい、これが1時間足なんですけども、大きく下の方にズーンとね下がっているところがありますよね。これですね。これ実はね、トランプ大統領が新型コロナウイルスの陽性反応が出たと報じられた後で、こういうふうに大きく下がったんですよね。トランプ大統領もご高齢なんで、トランプ大統領がお亡くなりになった有事の際を想定しての大きな下げかと思うんですけども、ただやっぱりね、このファンダメンタルズっていうのは、結局後付けなんですよ。この大きく下がった原因は何だっていうふうに世界中で調べた時に、これじゃないかなっていうことで、おそらくということで後付けするんですよね。ですんで、特に根拠はなかったりするんですよ。多分そうだろうってことなんですよ。で、あと一つね、本当に根拠があるとしても、じゃあトランプ大統領の危機、もしくは世界要人の危機に対して、これがね、値上がりなのか値下がりなのかってことも分かりにくいんですよね。まあですんで、私はね、徹底的なるテクニカルで、ほとんどの利益を取っていくことを私はお勧めするんですよね。ファンダメンタルズに陥ったときは、これはもうね、資金を抜いて見ておく。これが一番だと思います。だから材料を避けろってことを言ってますよね。だから材料に挑戦できるのっていうのは、まあ、よほどのギャンブルか、もしくはね、よほどのプロフェッショナルだと思うんですよ。で、その後、値段っていうのを持ち直して上の方に上がってきてますね。まあ、ですから結局はトレンドの方向に行くんですけども、売られすぎってものは必ずね、反発を起こして買われるってことが起きてますし、適正価格に近づいたらまたね、適正価格以上の買いが入ったり売りが入ったりして、相場はいつもずれているっていう風な形ですよね。だから結局は一つの結果として価格ってのはできるんですけども、それは間違いをはらんでいるからこそ上下が続くということなんですよね。本当に適正価格だったら横一線にピーッとなって動かなくなっちゃったりするわけなんですよね。はい、じゃあ画面を切り替えましてね、今度はウィークリー見てみましょうか。ウィークリー見て、これ1時間でした、失礼しました。ウィークリー見てみますと、どうですか、全体的な流れってのは、ここ、下の方に下がってるでしょ、で、こういうふうな形で線も引けるということですよね。だからまあ、売り目線でいいんじゃないですか。で、次、これがデイリーですけども、デイリーもね、もう何回も申し上げてますけども、こんな形で斜めに流れてます。ポイントは、こういった安値を、V の字の安値を結ぶこと。高値の V の字。これは結ぶところがないんで、もうちょっと下の方の V の字いってみましょうか。こういうところで、下がって下がって下がってって感じですね。で、これは、足を同じのだった。はい、もう一回4時間を空けてみましょうか。4時間は、前も引きましたけども、ここね。こういった V の字はあったんですけども、回復が、ここよりも高いところには行ってないんですよ。ここよりも高いところに行かずに、その下でね、勢いを止めてきてるでしょ。はい、いかがだったでしょうか。こういうふうにね、全体像を捉えていくこと非常に大事になってきます。今日はファンダメンタルズのことをちょっとのお話しましたけども、徹底的にですね、テクニカルをマスターした後で十分です。テクニカル、テクニカル、テクニカルでやっていただければよくって、そのテクニカルっていうのは基礎の積み上げの上に実践、いわゆるチャートを見るってことが可能になってきますんで、やっぱりね、基礎を積み上げていただきたいと思うんですよ。で、私のね、速稼塾の方では、この度、FX の基礎講座ってものを3ヶ月、大体3ヶ月ぐらいですよね、100項目ぐらいを用意して、皆さんと一緒に勉強していくことになりますので、こちらの方ね、例えば基礎用語とか、それから基本のフォーメーションとか、ロウソク足の見方とか、こういったものを一つ一つ細かく丁寧にやっていきます。1日1分ぐらいの講義を、毎日、リリースしていきますので、それで中間テストとか期末テストで、ご自身の力も確かめられますんでね、そちらの方をご確認の上、力をつけていただきたいと思います。申し込み方法は、この動画概要欄につけておきますのでね、速稼塾の塾生さんと、今回ね、一般の方と分けて募集しています。もちろん速稼塾の塾生さんは、特別優遇価格で提供してますし、一般の方はね、35万円になります。ですんで、35万円っていうのは高いなと当然思われると思うんで、もしね、高いけども学びたいって方は、この基礎用語、2つの考え方があります。1つはね、基礎なんで、ブックオフで買ってきた本で自分で学びます。
ですので私の塾に入らない方がいいです。一人でできる方はね、一人でできないんだけどなって方は35万で買うのも一つの手ですけども、速稼塾っていうのに一旦入ってね、入塾して、で最低費用3万ですから、残りの27万は30年分割が可能ですから、儲かった時に払えばいいっていう手法もあるんですよ。でその旨お申し込みいただいて、速稼塾の塾生として、OK が、まあ OK 大体出るんですけども、 OK になりましたら、そしたらね、改めて、この FX の基礎講座入っていただければと、最低金額でね、入塾そして受講ができるんではないかなと思います。この FX 基礎講座は無理ない価格で設定してますんで、塾生さんには本当にね、好評を得てます。こんな安くていいのっていう価格でね、ずっこけられたりもしてますけども、まあ、場合によってはね、5000円で購入できるコースも速稼塾の中にはありますんで、そちらの方もお問い合わせいただければと思います。それではね、良い週末をお迎えください。 GoTo トラベル。